さあどうもこんにちは、たぬきです。今ねこうヤフオクを見てるんですけど、ヒカルさんなんかね結構ヤフオクの動画をやってるんで、いつかやってみたいなと思ってたんですけど、結構珍しそうな切符を段ボールに入って切符いろいろとか言ってね、ヤフオクにあげてる人がいるっていうのをね聞いたんで、ちょっと見てみました。中身がねよくわかんないんですよね、これはね。試しに段ボール入り切符いろいろです A とかいうのは、これ記念切符がねこれな何十個とか100個とか入ってんのかな。多分めちゃくちゃ価値があるようなもんだと思うんですけど、現在価格が500円ってなってて、どれかしらねどんなのが入ってるのか気になるんで、これを落として YouTube で皆さんと一緒に見たら面白いんじゃないかなと思うんで、まあ何が何でもねどれか1個落としてっていうのをねやってみようかなと思います。これ絶対最終的に1万円近くぐらいいくんじゃないかなと思うんですけど、まあ、これで、締め切りまであと2日あるんで、あんまこんなね早いうちに釣り上げちゃうのは良くないから、これでちょっと様子を見て、とりあえず締め切り直前までね、ではねこれで移動します。じゃあ残り10秒まで来たんで、さすがにペニオクじゃないからもうさすがに大丈夫でしょう。3210じゃあ終了と。ああ OKOKOK、 なんとか、ああなんとか落とせましたね。じゃあこれであとはねまた、届くまで待ってみましょう。さあではね、落札からね、2、3日ほど経って、送られてきました。でこれね、カッパビセの段ボールで、まあね、大きいんですよね、これね。でね、これ手に持ってみてびっくりしたんですけど、思ったより重たいんですよ。ちょっとね、いや、予想外の量が入ってるかもしれないですね。まあ、とりあえず重さを測ってみましょう。ちょっと気になるんで。ちょっとこの2キロのね、測りを用意したんで、これで測れるのかわかんないけど、ちょっと乗せてみますか。ぶっ壊しちゃうかな。いや、ほんと重いぞ、これ。ああ余裕でオーバーした。体重計持ってきたの。これにこの段ボールだけ乗せて測れるか。さすがに表示されないか。じゃああれですね。自分が乗ってみて、でそれでさらにこれを持つと。自分が乗ると、まあ、自分の体重公開になっちゃうけど、別にね、まあ、それはいいでしょう。あ、68.7、まあまあ太ったな、これ。ちょっと痩せないとなと思いながら。でこれで段ボールを持ってもう一回乗ると。71.6。68.7 だから約3キロあるわけですね。やばいなこれ。じゃあ気になるね中身の方をね開けていきましょうね。ただこれね、ただ段ボールの中にそのまま直で入ってるとは思えないんで、でこの3キロっていうのは本当に切符だけで3キロだったら相当な量ですよこれ。なんか中にね変なおまけ品とかで重りになってるものが入ってる可能性もあるんでね、ちょっと、開けてみてですねこれはね。新聞紙にくるまれてる。いやー、どうなってんだこれ。とりあえずこれ新聞紙緩衝材ですからね。あー、これはね、あー、これですね。いやマジで3キロ入ってますよこれ切符。これひたすら紹介したらものすごい時間になってるけど、とりあえずね順番にね取ってやっていきましょう。さあじゃあちょっとね配置を変えたんで、まあここにね例の段ボールを置いて、とりあえず順番に切符を移して紹介していこうと思います。多分凄まじいね数百枚ぐらい量があるんで、まあテンポよくな、どうでもいいのはちょっとカットしながらでやっていこうと思います。じゃあまず最初に手に取ったのがなんだこれ。大井川鉄道川根両国から沢間行きなんかの記念切符ですねこれ。浅間白根火山線開業5周年記念乗車券、国鉄バス、これも国鉄バス、あ、白鳳線か、あの BRT みたいなやつですね。古河駅高架完成記念入場券、東京北鉄道管理局、あー、なんか3枚入ってるんですね。山田線開通50周年記念入場券、そっか、そんな昔から山田線あるんですね。宮古駅だから今とほとんど変わんないですね。名神高速線10周年記念と、国鉄バスですけど、東海道新幹線開業20周年記念、これはなんか結構良さそうですね。新幹線20周年1984年、三島駅の入場券が3枚入ってるね。謎だなこのね駅の三島っていうチョイス。博多総合車両部設置10周年、これあれか、博多南駅のやつですかね。で博多駅の入場券がまあ入ってる。小海線国鉄移管50周年、へえ、いや本当よくね記念入場券を作るなって。国鉄浜松工場70周年記念、
十和田国立公園40周年記念急行券だそうでね。記念急行券、これすごいな。新幹線発祥20周年記念、こういうのはね、いいですよね。新幹線鴨宮駅なのが面白いな、また。新幹線止まらない駅でね、記念入場券がね作られちゃった。東北新幹線開業記念、あ、これ開業したてのってことですか。これすごいな。これ郡山駅なんですね。高崎線開業100周年記念、あ、これキリがいいね。深谷駅、上越線50周年、鶴千年亀万年、なんだ、鶴見亀有鶴見あ、そういうことですか。銀河鉄道999ミステリーツアー、へえ、これ面白いですね。上野動物園100周年、なるほど。あ、ライオン、あ、パンダ、サイ、クマ、トラブ、岩見川本駅50周年、これはもう三高線か、なくなってしまった三高線の記念入場券ですね。上越新幹線2周年、これもいいですね。やっぱ新幹線はね、いいですよね。しかもなんか謎のヨッシーみたいなキャラがいるけど、なんだこれは。しかも浦沢駅だしね、このね、八甲駅はね。石勝線110キロ運転記念、あ、しかも駅名がこの千歳空港駅だ、まだ新千歳空港じゃない時ですね。で、なんだ、旭川冬祭りだけど駅名が旭川になってますね。昔はそっか、読み方が違ったんだ。隣の駅は旭川余剰で、がじゃないのがまた面白いですね。これ開封動画撮って30分ぐらい経ったけど、まだ全然半分以上あるような感じがしますけどね。これいつ終わるの。京都定期観光バス、納涼船乗船券、なんか変わり種がね、なんか出始めますね。おお、札幌オリンピック記念乗車券、しかも市営地下ですか。オリンピックとかはね、なんかレアな感じがしますね。ブルートレイン20周年、あ、これなんかいいですね。ブルートレイン20周年、これもか。井川線水没記念、なんか記念って言っていいのか分かんないけど、これ多分ダムを作った完成記念ってことですかね。あ、なんか光ってる。天皇陛下在位50年記念、豊岡駅、また袋に入ってる。目黒駅開業100周年、欧風客車、なんだこれ、サロンエクスプレス東京、赤羽駅100周年、池袋、沖縄復帰10周年がなぜか池袋なんですね。 L 特急日輪新幹線博多開業、なんか合わせてきた。リニアモーターカー500キロ達成、これはなんか宮崎の実験線ですね。こんな昭和54年でね、もう500キロ達成してるんですね。これいいですね。寝台急行列車鶴木号を新設、今はねもう短距離の新幹線になっちゃってますけどね。東京のブルートレインさくらみずほですね、20周年、ブルートレイン20周年と。あ、このシリーズいいですね、ブルートレイン20周年。今はね、もうないですもんね。上野駅100周年、これは結構ね、多分いい、キリがいいですね。明治時代の上野駅、大正時代の上野、昭和の上野、未来へ進む上野、まだ平成ではないですね。白石駅、90周年、これどの白石駅かはちょっと分かんないですね。あ、北白石、東北線ってことかな、北海道ってことじゃないですね。循環急行アルペン号、ウェルカムトゥサンライズエクスプレス、ただサンライズはね、なんかできた時の記念乗車券かと思ったら、ただの案内。
ただなんだろう、サンライズってそんなにね昔からあるわけじゃないから、ちょっと新しめのが、ね、何か登場しましたね。さようなら特急急行列車、あーなんだこの辺に書いてあるのが全部なくなっちゃったんですかね。これちょっと面白いですね。急行つくばね、時はとかはまあ全然あれか、なくなってまた名前が復活したのか。総武線延長電車50周年、秋葉原駅すごいな、これこんなだったの。あ今1時間ぐらい経過して、まああとあと何くらいだろう、あと3割ぐらいかな。またね下の方の層になると別のジャンルのがね出てくるかもしれないですからね。とブルーリボン賞記念、旭山動物園号、はいはい、割と新しいな。さようなら神岡線、おこれ面白くない、新一万円札登場記念。新一万円札はどの一万円札なんだろう、誰なんだ。あ福沢諭吉なんですね、中津駅。機関車車両展、これなんか面白そう。あでもこのイラストなんですね、ヘッドマーク。183系ミステリー列車、品川なんだ。品川の記念入場券とかあんまね見ないですよね。三島駅開業50周年、あ新幹線駅建設中、これなんか珍しいんですけど、あで富士山と踊り子号、すごいな。舞鶴線80周年、お買い求めいただきありがとうございますっていう、お手紙がね入ってるんですね。1999植木12月31日、あこれ2000年のねカウントダウン、あ年越しで貢献ですね。なぜか大和田駅、あ後ろ側は2000年立つ駅ってなってる、これあれか実在しない駅ですね。これすげえな、北京から上の、なんだろう、これ何があったんだろう、詳細がよくわかんない。おー出た、新名線、私がね前駅行ったところですね。来駅証明、これあれか廃線になって平成7年だから直前かな、これはいはい。スウェーデン王国カール16世、臨海線開業、おー割と最近じゃないですか。いやすごいな、なんかまだなんか見覚えのあるようだね。これ割と新しいのね。あるこれもクソでっかいけど、東京六大学第100回記念、これもまあ好きな人にはね好きなのかな。六大学なんか選手はモデルになった選手がいるのかな、特に誰とかどうとかは書いてないですね。北海道出身現役横綱オレンジカード、まさかのオレンジカード、これあの普通に使えるじゃないですか、だってまだ。あでもさすがにあれだな、さすがに使用済み0円だって。千代の富士、まさかのオレンジカード来た、なんか冊子みたいになってる。旭川鉄道開設80周年、なんかびっくりした、音鳴ったと思ったら、なんかオルゴールみたいななんかなってるね。もう壊れかかってまともに音は鳴んないですけど。止まった。下の方面白いな。これまたオレンジカード。さすがにこれもね使用済みなんだろうけど、これ未使用のがね入ってたらめっちゃボロ儲けだけど。さすがに、ね、使用済みのオレンジカードで、まあ旭川のね5種類入ってますね。青函連絡船メモリアル、これ貴重な感じがするけどね。赤オレンジカードか、発行だもある、大切かな、シュオレンジカードも多分あれですよね、オレンジカードを記念に買ってそれのね
それを旅の交通費に当てるっていう使い方だと、そんなにお金をかけずに、ね、収集できますもんね。なんかまたなんか分厚いな、巨人軍50周年入場券。どういう形なのこれ。冊子みたいになってるけど、開け方が分かんないな。こうか。水道橋駅、これも好きな人には好きなんだよな。巨人軍メンバーのサインと。ここはどうなってるの。ここも絶対開くんだけど、すごいな。そう、入場券が横にめっちゃいっぱい入ってる。へえ。あ、これで最後かな。多分最後ですね。まず北京駅、上野駅、友好記念、旭川レールフェスティバル。これであとはこのかな、なんかあと1個入った。あと1個、本当の最後の最後、大井川鉄道。いや、ということで、いや1時間10分ぐらいかけて全部開けましたけど、すごいな、山のように入ってますね。とりあえずこのね、あのメインチャンネルの動画はだいぶカットして、あの面白そうなとこだけ引っこ抜いてね、動画にしますけど、これのねノーカットで全部紹介してるのは、まあ、サブチャンネルにあげようと思うんで、まあ、興味ある方はねそちらもご覧ください。じゃあ、あとはね最後にこの切符の合計の金額がね、いくらなのかひたすら計算してやっていこうかなと思います。ものすごい量だから大変だな。さあ、じゃあ改めてね、段ボールちょっと綺麗に整頓しながら詰め直して、切符のね合計の金額をね計算しました。じゃあ合計の金額をね店長に査定してもらったんで、じゃあちょっと聞いてみましょう。で、合計いくらになりましたかね。はい、購入価格113,680円。ああ、ということで1万円少々で購入してね、もう元の価格10倍ぐらいっていうね結果になりましたね。いや、これ買って集めた人相当金持ちだろうなこれ。いやー、まあそういう感じでね、とりあえずヤフオクで買った記念切符、中身はよくわからないのを開封するという動画はこれで以上になりますんで、またね面白そうだったらこういった企画もねやってみようかなと思いますんで、またねそれもよろしくお願いします。ではこれでこの動画は以上になりますので、どうもありがとうございました。さあ、じゃあまたこれヤフオクでもう一回売ろうかな。